明日やでー。あ、起きた。あ、起きた。すげえ、お前ら。一回やぞ。おはよう。おはようございます。ご無沙汰。久しぶりです。なんなん昨日来るって言っててバイクが潰れた。はい、エンジンぶっ壊れました。え、そうなんや、はい、エンジン多分行きましたよね。そうなん。おはようございます。太田のは結構変わったけど、俺はもうバイクごと変わった。ほら、早せ。せーの、行くよ。こんにちは、スーパーセンターの矢口です。はい。それじゃ、スーパーセンターのセロです。太田です。何の太田な、お前。アルバイトの太田です。そうですね、うん、3人で北海道ツーリング2023年行ってきた。これ第2編やな。、はい、上陸してから夜のうちにちょっと移動して、シホロの手前、シムカップっていうところに、うん、で寝てたよな、うん、で起きたら2021年にあの大変お世話になった中野くん、まあ、僕ら肩幅2期って呼んでる。ごっつごつかったっすもんね、肩幅。肩幅お前の倍ぐらいあるやん。腕太ももぐらいだったな。あったそうやな、めちゃめちゃごついんですよ。その中野くんが朝起きて、また使うんすか。え、使うっしょ。いや、使いましょう。いや、俺めっちゃまた許可出てるから。いやいや、俺今カットされると思ってめっちゃイキったっすもん。いや、そう思ってたけど、使おう、うん、そうしよう、はい、いや、ちょっと待ってください。はい、じゃ、もう前振り長いね、これ前振りやからね。はい、で、そう、シムカップっていう道の駅で寝てる。ほんま。いや、すいません。よし、もう一回行きましょう。いやいや、もう行ってるから、ね、これ。アムさんに編集してもらう。お願いします。ノーカットかもしれんけど。絶対やかんで、シムカップ起きたらな、来てくれてて、はい、でそっから南富良野のすぐ下なんですよ、シムカップって。で南富良野から、東の方向にね、僕らが大好きなあの道東に向かおうということで、最初、まあ、金山湖を越えて、カリカチ峠、これ初めて見た時俺はこ感動したの、うん、今回2人に見せれへんだけど、でカリカチ峠行って、ヌプカの里っていうのがあるんですよね、シホロに。でヌプカの里行ってから内帯高原でもうガンガンこう絶景になっていくっていう。で三国峠を通って、はい、もうその日のうちに美幌峠、道東まで入ってっていう日だったんですけれども、まあそんな一日よね。うん、まあご覧になってみてください。ご覧になってみてください。はい。なんて毎回それ。Thank you.
ここは何すか、ここ羽山港。うーん、別にそんなにやけど、今ここの展望台来たけど、こっちにカリカチ峠っていうのがあるから、はいはい、これが綺麗から こっち通ってこっかなって感じ。なるほど。うん、もうなんか撮ってますよ。はい。やっと目覚めてきたですね。うん、ちょっとだけ休憩します。パスタ2つ、はい、やばいよな。安いですね。あ、焼きそば、残念やのー、今日なんかいい予感せえへんな、この感じじゃ。そうですね。本来だったら何が見えるんですか、これは。これはカリカチ峠。はいはい。もうザ・北海道の入り口やね、ここは。はいはい、綺麗でさ、見えねえ。天気やね。まあ本来は絶景だったと。ボート見てないもんな、ここ。結構奥まで見えねえんだ、ほんまは。まあでも見えへんな。雲に入っちゃうな。うーん、あ、まだ上あるっすね。まだ頂上じゃないんだ、これ。あ、ほんとだ。動画じゃ全然伝わんねえな。そうやろ、めっちゃでかい。綺麗。あっちとかめっちゃ見えるな。めっちゃ綺麗。汚い汚い、綺麗。お前が言うな。
生姜取ってね。走ってる間に一体何匹虫殺してんやろうな。すでに1000匹は超えてるはずやぞ。思わへん。めっちゃいるっすね、虫。なあ。しゃあない。リュウジに任せよ、あとは。ダッサー、お前。こけんだよ。ダサすぎやぞ、お前。ダセー。ご感想は？いや、大丈夫です。いや、北海道特別って琵琶湖って書いてるとこは？え？はい、炎上ネタどうぞ。え？いや、妹子。うん、バイク並べて写真撮ってて書いてる。それでしか人生で自分の価値を見出せない気持ち悪いやつ。お前これあげるからな。絶対にダメここ帰りリベンジしてえな。うん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 。ちょっと触るわ。下ろした工具。甘いですか。うん。
ありがとう、気ぃつけて。ありがとうございます。バイバイ。なんか食材買ってくっつうのも手やぞ、これ。そうですね。な。おぉ、すげえ。え、めっちゃ綺麗だ。ちょっと見て。静かにしろ、田舎も。結構いけっぞ、お前。見えねえなぁ。全く見えない。あ、でもすげえ。なぁ。くそぉ、2年連続これ帰りリベンジしようぜ。ですね。残念。はい。十分綺麗やけどな。いや、本当に伝わんないな。めっちゃ綺麗なんだよなぁ。なんかやってる。上等じゃ。アムさん、今のカットでお願いします。帰れっかな、あの子。あ、ソフトクリーム、うん、めっちゃうまい。食おうや。弁当もあるよ。炊き込みご飯気になるよな。俺ここで買って一回ミスってさ、はい、ちゃんと食い切れてないよな。いい感じ。なんか今日人多いな。すげえ、うん、だいぶおしゃれっすね。なんか昔はさ、マジで小屋掘った出ましたみたいなとこでソフトクリームだけ売ってた。俺雰囲気そっちの方好きっす。あ、すげえ。これは養蜂家の。あ、ほんまや。こんなに種類あるんですね。うまいな。なんか変わってんな。じゃん。あー、うまそう。はい、お疲れで。ありがとうございます。これちっちゃい。大体テラスのイメージ壊してる感じがするね。対比がいいですよね、やっぱり。綺麗な牧場と綺麗な山口さん。心が綺麗な山口さん。うん、あのちょっとね、尺が長くなっちゃうかなと思ったんで、内帯高原がその辺であの終わらしてるんですけれども、金山湖のダムとな、ぬくかの里と内帯高原行ったよね。はい、どうがよかった？内帯です。内帯に決まってるよな、あれは。ね、違う、ぬくかとカリカリ見えへんだもんね。そうですね、ぬくかはもっと見たかった。綺麗なのが、うん、ぬくかも晴れてるともうめちゃくちゃ綺麗やし、で今年は去年と違うルート通ろうかなと思ったんですけど、で、まあ、天気から逃げに逃げてな、まあ、しゃあなし、ほぼ去年と一緒のルートで、でもカリカチとぬくかは行ってなかったもんね。そうですね、うん、日が暮れなくなったから諦めたんだ。まあ、次回はね、この日の動画後編になるんですけど、そこから、三国峠とかね、あのタウシュベツの橋梁だったり、ビホロ峠まで入ってっていう日になるんで、まあ綺麗よな、めちゃくちゃ綺麗でしょ。ぜひぜひあのご覧になってみてください。はい、今日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。Life changes, just open the door. One thing